チャオ、こんにちは、レッドストーン小林です。今日はですね、家庭用ラテアートの第5弾ウィングハートのやり方をやっていきたいと思うんですけれども、まあね、まだ1段、2段、3段、4段上げてるんで、まだそちら見てない方はさっきそちら見てもらったからこっち見てもらったらいいと思います。マシンね、今まで4つ上げてきたんですけど、同じやつをやっぱやっても仕方ないと思うんで、まだ出てないね、あとこの 1,2,3,4,5 種類で、今回からこのデバイスタイルやってくださいって声も多かったんで、これも混ぜて軽くヒーターマシンでやっていきたいと思います。ガジアエボプロに、スペシャリスタアルテで、デバイスタイルソリスのパーフェクタプラス、そして、パボーにもあるんで、これでさあどれになるか、いきます、いきます。パボーニでやっていきたいと思います。久々やな、個人的にはめちゃくちゃ好きなんで、これでやっていきたいと思います。これ持ってる人マニアック層が多いかな、まあマニアック層にも届けということでやっていきたいと思います。お願いします。ということで久々登場、もう3年ぶりぐらいじゃない、パボーニユーロピッコラなんですけど、まあこれ今多分20万近くします。3年ぐらい前はね、大体ね15万とか15それぐらいで買えたんですけど、今結構高くなってて、これ何かっていうと家庭用のレバーマシンになります。でもう自分のこの圧力グッグッてかけて、エスプレッソめちゃくちゃ綺麗に抽出できるようなマシンになってます。ただやっぱスチームは今まで僕動画でやってきてないですね。このスチームめっちゃ難しいんで、その部分もまあうまいことを解説しながらちょっとやっていきたいんですけど、まずねこの先っぽチップ純正で買うと結構穴でかいんで、これイタリアの商品になってるんで、カプチーノを作るやつにまずなってるんで、先っぽチップ一つ穴に変えてもらった方がいいです。でパボーに持ってる方ってかなりマニアック層が多いんで、ここのチップ自分で作れます。なので六角の穴開いてのやつ買ってきてもらって、自分でピュンってちっちゃい穴開けてもらったら、それでまだやりやすくなるんで、試してみてください。僕はそれで今やってます。ごめんなさいね、前置き。好きなんよこのマシンマジで。で昔めちゃくちゃしょうもない動画も上げてるんで、やったやんな、あれな、ヘルメットかぶってな、ヘルメットかぶって、そう、高温状態で蓋開けたらここね、どうなるか。なんかこれ圧力鍋と一緒なんで、途中で今ここはもうずっと沸いてるんで、開けたらまでポンポンってなるんですよ。なので絶対使ってる最中は開けないようにしてください。でそれを開けるっていうアホみたいな動画、昔3年ぐらい前にやってるんですけど、見てもらってもいいし、もう見なくていいっすね、あれ。やばかったよな。じゃあちょっと入れますね。じゃあこれ、16g の豆、いつも通りイタリアのブレンド使っていきます。 16g で。で、このパボーニなんですけど、どんだけ細かくしてもらっても自分の力圧力かけるんで全然抽出されます。でソリス今日使っていくんですけど、一番引き目細かくしてやっていきます。じゃあ引きます。はい、 OK です。じゃあこれね、叩いて静電気を取ってもらいましてですね、ここに入れていきたいと思います。でポルタフィルター形状、これ51ミリですね、なってるんで、ただ、ちょっと深いんで、なんていうんですか、掘りが深いから 16g 入りますね。じゃあこれ移していきます。はい、普通のね、デロンギのやつとかだと結構モリモリになって 14g しか入らないんですけど、これ16全然入りますね。でタンピングをしていきます。グッと OK。 じゃあ抽出をしていくんですけど、今日使うのは6.5 オンスのコップになってます。で、リストレッドいつも通りですね、ダブルから出るので20ミリで取って、濃い部分しか使いません。で WPM ピッチャー使うんですけど、やっぱここもねノズルちょっと短いんで、
WPM 使ってる方は分かると思うんですけど、中に線があるんで、その線まで入れてもらってちょうどできます。家庭用は。はい、じゃあちょっと入れますわ。いいな、久々やわ。かっこいいっすね。いやもうやっぱりくすぐるな。こう上げてもらったらお湯出ます。でグッと下げて手術します。で上げてる段階で蒸らしになるんで、だいたいね僕はね蒸らし15秒ぐらいしかねでいきます。でレバーマシンの特徴で言うと、蒸らしの時間が短ければ短いほどかなり濃い抽出になります。まあでも15秒ぐらいでちょうどいいかなってぐらいですね。ここで15秒蒸らします。いやーやっぱりいいな、楽しい楽しい、好きやわレバーマシン。じゃあだいたい15秒ぐらいかな、あんまり数えてなかったけど、でも大丈夫、抽出されるんで。うわー、あーいい硬さしてる。あー最高。これね結構ね硬いんよ、ゆっくりゆっくり。いやこれマジで鍛えられるわ。いいっすね、めっちゃいい、トロトロで。いやもうトロトロやんこれマジで、むちゃくちゃトロトロじゃん。はい、やばい、えぐい、やっぱりすごいわパボーニ、マジで丈夫よ、すごいな、こんだけトロトロな落ちるっていうの。ただあのパボーニの難しいとこ、ここからスチームがマジでむずいっす。でこのスチームもこういう動きするんですよ、誰がこうやってできねえって話なんですよ。こんなところでやらないでください、絶対下げます。で下げてもらってもこれ結構なんていうんですかね、真下じゃなくてこう斜めになってて、でめっちゃ動いちゃうんですよこういう感じで、はい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 、だから僕はこのマシーンでスチームやるときはいつもやったら3点固定して右斜め下って言ってますけど、右斜め下やったらもうマジでスチーム届かないんで、こう左斜め前あたりかな、この辺で、この辺で回るの待っていきます。ここだ、いつもやったら右斜め下って言ってこうなんですけど、これじゃもう回らないし無理なんですよ、ここが当たって、はいはい、でこういうここですね、僕はもういつもこっち側、あちょっと左に寄せてやってます。なるほど。ただこの辺もやっぱりこのマニアックマシーンなんで、この辺も改造して皆さんこうやりやすいようにめっちゃノズルをここまで長くしたりとか、はいはいはい、ここまで長くしたりとかの改造はできるようなマシーンになってるんで、ですごい簡単なんですよ。あかんな、いつもよりめっちゃ喋ってるなこのマシーン、好きすぎるな。ここねもうすぐ簡単に抜けるんですよ。ここねちょっと抜きますわ一回。カスタムがめっちゃできる。ここ、うわすごっ。これがすぐ抜けるんで、はいはいはい、この部分を作ったりすれば自分好みのスチームの長さにもできたりできるんで。作るとかどこで作るんですか。やばいな、業者探すとかも大変になってくる。これはいやもうこれだから自分で作るんよ。自分で作れるからこういうのもう分かれへんよな違う、今日はそういうのじゃなくてラテアートやからごめんなさい、好きすぎてこうなってくるんよね。はい、じゃあこういう感じでここを回したらスチーム出ます。でこれでちょっとやっていきますね。 OK、 じゃあスチームやっていきたいと思います。ここちょっとねグラグラなんで、いつもみたいな3点5ってやっぱちょっと難しいんですけど、ちょっと見といて、その辺もね見といてもらったらいいと思います。いきます。はい、ここなんよ、この左にこの部分ですね。そう、左右斜め下でも当たるんで、ここがここなんですよね、はい、で全開でいいです。いきます、全開します。全開で、はい、じゃあここで回るの待ちます。あ、いいっすね、ここなんよ、この周りで。タイマーも出してるんでタイマーもチェックしておいてください。ここ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 、あーいいです、このギリギリぐらいで。ちょっとでも力をここに入れてしまったらこれ動いちゃうんで、グラグラなんで結構、うん、そうなったらボーって入ってカプチーノぐらいになっちゃうんで、ここで切る。ほんまに固定が大事だ。そう、固定。もうここ。ああ、もうこれ以上動かしたらもう絶対入るやんって感じやねん、今。この慎重さ。おもろいよな。なんか、
レバーの抽出の時はさ、はい、男臭くグッてやらなあかんけどさ、ここは繊細なの、ここ繊細、マジでめちゃくちゃ繊細、ここめっちゃツヤ出てきたでしょ、これめっちゃええ感じになってきましたね。そうで、熱くて触れないぐらいで止めます。あ、この時もあのクロスしてね、切るんで、ここ、はいはいはい、慎重に切ってください。はい、どうですか、完璧やん。いきますよ、今日の本題ですよ。今からウィングハートいきます。ウィング作ってトップにハートやっていきます。じゃあ回します。最初に高くから上げて傘上げていきます。エスペッソので、中心1個手前から流して揺さぶってやめて、ここのトップに1個ちっちゃい子をね、ゆっくりハートを作っていってやめると、これがウィングハートになっていきます。完璧やん、これいいでしょう。いや、ツヤ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 で、パボーニでもこれぐらいできるんですよ、うん、なかなかね、難しいんですけど、まあ今からちょっとまたボードを使って説明していきたいと思います。じゃあボードいきます。はい、じゃあボードでウィングハートの作り方を説明していきたいと思います。で、まずは、まあ、前回の動画とか見てもらったらずっとやってるように、中心の1個手前、ここは一緒です。で、中心の1個手前から流します。まずは流れて、少しでも流れた瞬間でその場で揺さぶってください。で、その場で揺さぶって、前のね動画で僕やったんですけど、前の前かな、1対1の法則っていうのがあって、今日録音使ってるんで1対1の法則で言ったら、出た、6回振って6回戻るっていうのをやったんですよ。なので中心のこのね1個手前から流して、ここで6回振ってください。1、2、3、4、5、6ぐらい、うん、そしたらここに6回こう振った、こういう感じでね、ウィングが入ります。で、この後ろ下がるこの6回無視してください。この後ろ下がって6回振ってしまったらもうリフになるんで、今回はこの6回なしです、こっちなしです、はい、まずこの6回振ります。録音する6回振ります、はい、6回振って1,2,3,4,5,6 あたりでちょっと押し込んでください。で、そこで1回やめます。やめて、この中心の1個手前、ここって言ったらもう1個手前ですね、だからここもう一個手前、ここにゆっくりでいいんでハートを作っていくと、だからここが切れ目になるようにしていくと。なるほど、ここだとバランス的にちょっと中心ぐらいに寄っちゃうんで、もう一個上の方で切っていって、ここで切ると、はい、じゃあもうウィングハートができます。なるほど。で、このステップ今1、2、3、これ5個目かな、はい、5個目なんで、これぐらいのステップを踏んでいったら、正直言うとこの説明だけ聞いてすぐできると思います。だから初っ端からこっちに行くと全然わけわからなくなると思うんで、ステップ踏んでいって、ここまで行ったら多分この説明聞いたら 1,2 回、まあ 2,3 回かな、 2,3 回練習したらもう多分ウィングハートはすぐできるようになるんで、あとはもう完成度ですね。家庭用の限界って大体ね、このこれぐらいの限界のウィングにやっぱなっちゃうんですよ。うなので、まあ、大会目指すとかそういうのある方は業務用でしっかり綺麗なね、もっとここの攪拌力ね、ぐるぐるって回る攪拌力があるスチームでやったらもっと綺麗なウィングができるんで、ぜひ皆さん頑張ってウィングハートやってみてください。で、ここまで来たらもうある程度ピッチャーコントロールとミルクのコントロール、カップの戻し方、この辺もできるようになると思うんで、この次スワンを皆さんに伝授していきたいと思います。はい、ということでね、今日はねこのウィングハートの作り方になりました。しかもねパゴーニでね、前置きだいたいこのパゴーニの好きすぎる説明ばっかりやったけど、すいません皆さんっていう感じで、皆さん頑張ってウィングハートやってみてください。はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日はやっぱりこれやな、3年ぶりにできた、これがもう興奮してやばい。ウィングハートよりも久々に触った興奮がやばかった。やっぱ好きやな、レバーおもろすぎる。マニアックっすね、完全に。いやもうほんまにね、もうラテアート一周回ってみんなもうこっちにもう行ってほしい。めちゃくちゃおもろいから、特にこの、ね、自分のこの力でエスプレッソの味が決まるってもう素晴らしい。エスプレッソのトロトロやばいっすね。やばいでしょ、ほんまにすごい。ちょっと次元違いました、ね、次元が違う。皆さん明日には買ってください。
車。お疲れ様でした。